はいどうぞ、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、ビザのタッチ決済で先着で1000円がもらえる。そしてエポスカードビザのタッチ決済2500ポイントということで、今回はビザのタッチ決済ですね。この動画ではビザのタッチ決済に関するキャンペーン大きく2つに分けてお伝えします。該当するカードを持っていればお得に参加することができますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは 行ってみましょう。ということで、今回は大きく二つに分けてお伝えできればと思うんですが、まず一つ目はこちら、ビザのタッチ決済、先着で1000円ということで、それがこちらでございます。もう使ってるビザデビットでタッチ先着14万名様、タッチ決済5回で1000円キャッシュバックということで、そうなんですよ。このキャンペーンよく見てほしいのは、この先着っていうところなんですよね。なので、抽選とかではなくて先着になるんで、正直これ確実にもらえる可能性が結構高いんですよね。キャンンペーン期間は9月の1日 本日日から9月24日まででとといいいうことで、まあ、1ヶ月もないぐらいのキャンペーンでですねではキャンンペーンの細かいところを見ていきましょう。まず、キャンペーン期間は先ほど申し上げましたように、9月24日までなんですけども、期日前に終了となる可能性がございますということですので、まあ、このキャンペーンが盛り上がれば盛り上がるほど、早く終わる可能性がありますよということ。参加方法なんですけども、ちゃんと条件があります。期間中に税込600円以上のビザのタッチ決済取引を5回利用いただ いただくと先着14 1000万名様に1000円ががキャッッシュバックがされますここがまた絶妙なラインですよね。600円を5回ということですので、もう一度のお会計とかを、例えば1200円のお会計があったら、それを2回に分けて、600円600円で、まあこの5回のカウントに入れていくっていう感じなのもいいかなと思います。なので、まあ税込1800円とかであれば、600円を3回に分けるとか、もうもっといくと、3000円のお会計をもう5回に分けるっていう、まあそういった感じでもいいかなと思います。 もし1日で、終えたい場合はですねでこのキャンペーンについてはエントリーは不要でして、1カード番号あたりキャッシュバック上限は1000円ということですので、まあ、今回対象のカードを複数枚持っていれば、それぞれ1000円がキャッシュバックなんで、これは結構強いんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっとね、この条件が少し面倒になる方も中にはいらっしゃるかもしれないんですが、この先着の中に入れば1000円が入ってくるので、冷静に考えて使い方によってはお得になるのかなというふうに 思いますで、対象カードは本キャンペーン参加銀行が発行するカードのうち、2023年の4月の1日から6月30日までの間に、ビザのタッチ決済のご利用がなかったビザデビットカードということでございます。またここもちょっと狭まってきましたね。2023年の4月の1日から6月30日までの間ということですので、 ま、後ほどお伝えする参加銀行で、ここの間にビザのタッチ決済の利用がなかった場合は、参加する価値は出てきますよね。で、ビザのビジネスデビットについては対象外でして、対象取引は接触決済取引、モバイル、ウェアラブル含むということですので、まあ、カード単体で決済してもいいですし、スマートフォンでの、ま、ビザのタッチとかをしてもいいですよということでございます。対象店舗は国内のビザのタッチ決済対応店舗ということですね。では、気になるですね。今回の対象のカード、 そして対象外のカードということで見ていきたいと思うんですが、まず対象カード発行会社については、青空銀行これは強いですね。あとは SMBC 信託銀行とか関西未来銀行、まあその他もろもろ含めて、あとはこちらのソニー銀行も対象ですし、ペイペイ銀行も対象、あとは三井住友銀行も対象で、オリーブフリクシルペは全ての支払いモードが対象となりますと、あとは三菱 UFJ 銀行とかみんな大好きゆうちょ銀行であったり、あとはだん なんとね、レブルートも入っているということですのでおそ、まあ、らくこの動画を見ていただいている視聴者さんの中で、まあ、これらの該当するカードを持っている方は結構いらっしゃるのかなというふうに思いますので、参加できる方は多くなるのかなというふうに思うんですが、先ほども申し上げましたように、この間ですね、2023年の4月の1日から6月30日までの間に、ビザのタッチ決済の利用がないかどうか、一旦ご自身の利用履歴とかを確認していただいて、まあ、参加するというのが一番いいかなと思います。せっかくね、うまく6 600円以上ををを使っっっっててたたのののにこここでで引っかかかっししままうととともいいないので一応参加すするるカードの、まあ、利用履歴見おめ対象外のカードは先ほど申し上げましたように、1月の1日から6月30日までの間にビザタッチを利用してたらダメですよと。あともう一つ気をつけてほしいのは、ここですね。ただし、ビザ以外の決済手段、ID とかクイックペンなどを通じて行われた取引は対象外ということですので、まあ、あくまでのビザのタッチ決済をしてくださいということですね。で、キャッシュバックはどのように付与されますか かというところも見てほしいんですけどもキャッシュバックの対象の方にはビザデビットカードに紐づいた口座にキャッシュバックされるとキャッシュバックのご利用いただいたカード発行会社を通じて行われてキャッシュバックのタイミングについてはカード発行会社についてですね異なるということですのでまあこれについてはですねカード発行会社に気になる方は問い合わせてくださいねということでございますでは今回の対象カードの発行会社の中でまあ一部ピックアップをできればと思うんですが例えばこの青空銀行ですねこちら青空銀行がおそらく一番お得なんじゃないかなというふうに思うんですけども。 現在、青空銀行では、ビザデビット特定加盟店プレゼントプログラムということで、最大6%還元の恩恵を受けることができまして、セブンイレブンとかローソン、ミニストップ、セイコマート、デイリー、山崎、ニューデイズ。ま、こういったところで、10月31日までであれば6%の恩恵を受けることができるので、もしこれらのお店を利用される場合、ま、こういったところでビザのタッチ決済をすると、600円以上であればですね、今回このキャンペーンのカウントに入って5回行えば、ま、1000円がキャッシュバックされるということで、ま、1000円プラス6%でもね、ま、これを狙ってみても 面白いいいいんじゃななかとうに思ますあとは、ペイペイ銀行の場合は、こういった風に、まあ、講座解説された方限定にはなるんですけども、ビザデビット3回利用で漏れなく1000円分のペイペイポイントがもらえるっていうキャンペーンも開催されておりまして、まあ、ちょっとペイペイ銀行を作ろうか迷ってた方はですね、過去にこういった動画アップしておりますんで、こちらでペイペイ銀行の情報をしていただいて、ペイペイ銀行の講座解説するっていうのも結構ありかなという風にも思います。あとは、三菱 UFJ 銀行のね、三菱 UFJ デビットも、新規入会利用で1000円分のもらえるキャンペーンというのが、まあ、常時開催さ されておりましてデビットカード3回以上で利用で合計1万以上使ったらまあ、0 0円分がもらえるっていうキャンペーンですのでまあ今回このキャンペーンは既存の方もそうなんですけども新規で口座開設をされる方はその銀行側のキャンペーンと合わせて参加できるっていうのは結構強みかなという風にも思います。そしてビザのタッチ決済が使えるお店ってめちゃめちゃ増えてるんですけどもスーパーマーケットであればイオンであったりとかまあ、こういった感じのお店がですね対象でしてコンビニエンスストアではセコマートセブンイレブンファミリーマートポプラミニストップローソンもちろんあとドラッグストア 今使えるとこめちゃめちゃ増えておりますし、飲食店もめちゃめちゃね。使えるとこ増えてはいるので、まあなんちゃかんちゃ使う場所には困らないんじゃないかなというふうに正直思います。あとはデパートショッピングセンターとか小売りサービス、そして交通旅行という感じで幅広くね。使うこともできますので、どこで使えるかどうかについてはですね。公式ページをチェックしてみてください。あと、全然関係ないんですけども、僕ね。最近セブンイレブンでとある商品を見つけてですね。めちゃくちゃ美味しかったのでシェアできればと思うんですが、それがこちらのフローズンチョコバナナということで、僕ね。お菓子のセブンイレブンのバナナチップ。 っていうお菓子がめちゃめちゃ好きなんですけども、それにめちゃめちゃ似てる商品をセブンイレブンで見つけて、税込み267円と比較的高いんですけども、こんな風に甘みの強いバナナをダークフレーバーチョコでコーティングした甘みと苦みのバランスがいいフローズンスイーツですということで、冷凍コーナーの一番右下とかにあって、思わずこのジャケットだけで買って自宅で食べたんですけども、この外側のチョコがほんのり溶けて、中のバナナが出てくるって感じで、めちゃめちゃうまかったんですよ。しかもね、量が少なくて、さらにカロリーもめちゃくちゃ高いので、 僕は現在ダイエット中なんでまあ、買った当日は1個だけ食べて我慢したんですがこれ正直おすすめですまだね暑い時期が続くと思うのでバナナとチョコが食べきる方はおすすめですねなので試しに食べていただければと思いますっていうのが1つ目次2つ目はエポスカード2500ポイントということでこちらもねビザのタッチ決済のキャンペーンでしてそれがこちらでございますエポスカード限定でカードでもスマートフォンでもビザのタッチ決済キャンペーン抽選で1000名様に2500エポスポイントがもらえるというキャンペーンでございますエポスカードを持って いなくてもエポススマホカードで入会すればそのの日からビザのタッチ決済が使えるよということととでででこここれれから作成さるる方もも参加できるということなんですけどもこのキャンペーンは9月の1日から9月30日まででエントリーが必要となりますんでエポスを持ってる方でビザのタッチ決済を利用される方はまずエントリーをしてくださいで期間中に累計税込み1000円以上のビザのタッチ決済を使うと抽選で1万名様に2500エポスポイントが当たりますなので結構ハードルは低いのかなっていうふうに思いますんでエポスでまあタッチをして 当たったらラッキーかな的な感じで参加するぐらいが良さそうですねで、キャンペーンの参加方法の3ステップということでまあ、カードを持ってない方とカードを持ってる方で別れましてカードを持ってる方はこのキャンペーンにエントリーをしてお店でビザのタッチ決済をするだけカード単体で決済してもいいですしスマートフォンでのビザのタッチ決済でも OK ですで、当選者の方にはポイント加算時期として2023年11月中旬頃に加算されるとなのでこれ正直ですね僕勝手に思うんですけども今月結構いろんなねカードとかのキャンペーンとかもあるんで このキャンペーン参加される方はそんなに多くないかなって勝手に予想してるんでもしかすると当たる可能性はこの動画を見ていただいて視聴者さんの中でも出てくるんじゃないかなという風に勝手に思うとこではありますでエポスの中でも一応こちら見てほしいんですが JQ カードエポスを持ってる方はエポスポイントではなく JR キューポーがたまって JR キューポーは記載されているポイント加算時期に対して返測1から2ヶ月ほど遅れて加算がされるということですので JQ カードエポスを持ってる方も参加することができますあとエポスであればクイックペイでの利用とか オンラインショッピング交通系 IC とか電子マネーへのチャージについては本キャンペーンの対象外ということですのでまあ、あくまでも先ほど紹介したようなこのようなビザのタッチ決済が使えるお店でまあ、税込み1000円以上を使って決済してくださいねっていうところが今回の条件ということでございますで、エポストについては過去こちらの動画で100万修行を終えてというのをここ最近アップした動画がありますのでちょっと100万修行とか気になる方はですねこちらの動画概要欄にリンク貼っておきますというような感じでざっくりと2つでございましたまあそんな そんなこで今回はビザのタッチ決済のお得キャンペーンを大きく2つに分けて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあこのキャンペーンに限らずですね、ここ最近すごいビザのタッチ決済のキャンペーンが開催されてはいるので、本当すごく普及させたいんだなっていう風にすごい僕自身も伝わるとこではあります。一応よく動画で紹介してるんですが、ビザのタッチ決済とか ID の違いとかそういったものがよくわかんないという方がいらっしゃったらその使い方についての動画も解説しておりますので、一応そちらの動画のリンクも貼っておきます。そして各キャンペーンのリンクについても概要欄に貼っておきます。 んでまた詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました